さあ、続いて岡山県の水族館で目撃されたのは、水槽の中から一生懸命に何かをじーっと見つめるオスのゴマフアザラシのもちまるくんです。もちまるくん何見てるの？一体何をそんなに見つめているのか。その目線の先にいたのは、気になるんだね。白くてまん丸なワンちゃんだったのです。まるで綿毛のようなふわふわな毛が特徴的なオスのビションフリーゼのセト君。かわいいね。この日家族で水族館を訪れ、アザラシの水槽に来てみると、アザラシが瀬戸くんに近づき、ガン見。一度顔を上げたものの、再びじーっと見つめていたのです。気になるよね。アザラシさんが瀬戸くんをじっと見つめてきてくれてて、なんでこんなに見てるのかなと思って、ちょっとカメラを回しました。びっくりしてる様子でした。驚きと戸惑いで、ちょっと引いてるみたいな感じです。熱い視線に戸惑ってしまったのか、キョロキョロと顔を動かし、助けを求めるように飼い主を見つめる瀬戸くん。あら、助けてくれ。一体なぜアザラシはこんなにも瀬戸くんを見つめていたのでしょうか。なんだと思ってるんだろう。よく考えたら、アザラシの赤ちゃんって真っ白でふわふわじゃなかったかなと思って調べてみたら、そっくりで、自分の友達感、兄弟みたいに思えて親近感が湧いたのかなと思います。いいね。比べてみると確かにそっくり。皆さんどう思いますか？似てる似てる、ちょっとつぶらな瞳とかね、かわいい、間違えちゃうよ。では実際にアザラシは瀬戸くんのことを仲間だと認識していたのでしょうか。飼育員の方に聞いてみました。いや、認識したんでしょう。その可能性はあるともないとも言い切れませんが、アザラシは好奇心旺盛なため、気になるとあの大きな瞳でじっと見つめてきます。瀬戸くんを仲間だと思っていたかは定かではありませんが、興味を引く何かがあったことは間違いないようです。いいな、かわいい。